られるんですが、いるいないで言いますと、これはいますというのが正解です。でも実際には真っ白ではないですね。皆さんもひょっとしたらご存知かもわからないんですが、動物園なんかで象をご覧になった時に、象ってこうネズミ色をしてるんですけど、時々こう鼻の先がこう日焼けの皮がめくれたみたいにピンク色になっている。あれは病気でも日焼けでもなくて、年老いて古い角質が剥がれてピンク色になっているんですね。